生きるるっってていううのととイコールになってると思うんですよいや自分はお金稼がなくてもいいんですよって方誰かに依存して食わしてもらってるって方ならいいですよでもその方に依存してるってことはその方が例のやつみたいに急にね動きを止めちゃったらどうしますかってことなんですよだからやっぱりね自分でコントロールできる収入っていうのをやっぱりね1つでも2つでも多く持っていかないとこれは生きるってことに直結しないんですよねでものすごくね悲しいことなんですけども自分に資金の余裕があっても 自分と一緒に過ごしたい自分のね大切な人友達家族に自由な資金とか時間がなかったら結局一人ぼっちで生きることになっちゃうんですよね、まあ、ですで先日ね私あのコンサートに行ってきました、あのー、熊本のエロスっていうねバンドのコンサートだったんですけどもそのバンド活動ですらね練習しようぜって言った時に練習代が払いませんとかね練習に行く時間がありませんって言ったら一緒に練習できないわけですよでましてや ライブがこの日にあるんでこの日に設定しましたねって言ったら「いや俺ねライブ行きたいんだけど旅費がないんだよ」っていうねメンバーの方がいらっしゃったらやっぱりそれもできなくなるんですよだから自分だけが何とかなればいいってことではなくて仲間のやこともね考えていかないといけないこれはバンド活動に限らず家族っていうものでも友人ってものでも一緒なんですけどもねだから自分だけ自分だけが良ければいいのかって言ったらそうでもないんですよね やっぱり周りの人とか奥さんとか旦那さんとかやっぱり自由を分けてあげれる稼ぎ方を分けてあげれるぐらいの力がないとなかなかね豊かで楽しい人生っていうのは出来上がらないんだろうと思うんですよまあそういう意味でね、えー、今年もどん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 稼ぐ方法っていうのは今ね、あのー、人類史上一番溢れてる時期だと思いますねやっぱりちょっと前だったら稼ぐ方法って就職自営このぐらいしかなかったんですよしかも自営ってものすごく初期費用が高かったんで、えー、基本的にはほとんどの方無理だったんですよね 資産家の御曹子に生まれてたらちょっと見せ出したいんだけどね。っていうことだったら資金がどんどん出るんですけども、そうでないんですよ。普通の人はあの回転資金のもうね。見積もりすらできなかったんですよ。だからサラリーマンを20年ぐらいやってコツコツ貯めたお金と借金を合わせて自分の喫茶店を始めました。みたいなね。なんあの返済するためにものすごく大変です。みたいな。そんな道しかなかったんですけども、今はね。初期費用ほとんどゼロでできるわけですよ。 初期費用ゼロでやろうとしたらここ頭を鍛えていくことですねどういうふうにビジネスをやっていくのかとかどういうふうに人に気に入られてどういうふうに人にお金を払っていただくのかってことを知恵の勝負になってるわけなんですよで知恵の勝負になるとこれは今までどのぐらい自分が世の中のことを見てきたかっていうことと世の中のことを勉強してきたかってことのレースなんで有利不利不ってあんんまりないんですよね、うん、やっぱり私たちはあお,おはようございますキラさんああスゴさんもおはようございますはい 気軽に遠征できるよう頑張りましょうやっぱりねキラさんね音楽活動そのものもからお金が取り出されると一番いいですよねそういう意味でも YouTube が向いてるんですけどね YouTube で話していくとかね音楽に対するセンスを語っていくとかあの何ですかねあのこ個人活動の個人活動っていうのかなあのローカルバンドの裏事情みたいな、ね のがあるといいんですよね私がねあの広島ロコドルフェスティバルっていうのをちょっと関わって応援させてもらった時に、えー、感じたのはそのアイドルさんのイベントだったんですけどもアイドルさんって自分でファンを作って自分でアクセスを集めて自分で商品を売ってってことをやるんですよでそれはいまだにできる人が二十歳を過ぎてでも自分のやっぱり自分の会社アイドル会社を作ってる方もいますからねでちゃんとそれでね収益を上げてるわけなんですよ仕事を取ったりとかねいやそういうことがあのミュージシャンっていうのはできるんですよね うん、で、えー、まあキラさんねあのぐらいのパフォーマンスとかねそれトーク力とかそれからなんていうの人懐っこさとかねあのやっぱあのなんですか人柄があったらできますよやっぱりいやーそれはねもうなんですかね実際はできないですけどプロデュースしたいみたいな気持ちになっちゃいますよねやっぱね40代で青春をやってる人っていうのはすごいですいや私もね40代で青春をやりたいなと思ってトランザムあの買ったりし,してますけどもやっぱり同じ気持ちだなと。 あの幼い頃ね少年の頃に思い描いたことをこの時期にできるって本当に幸せなことでその幸せを生かしていかないとやっぱりねいかないんじゃないかなと思っちゃいますよねじゃあ本日は以上でございますそれではねえっ、ー、と例のやつですか例のやつにつきましては本当に明るい話題がありましたんで そちらの方を MLM 塾の方で掲載しております。そっか塾の塾生さん以外はちょっとご覧いただけませんので、えー、申し訳ありません。そっか塾の塾生さん以外には動画が配信できません。それから番外編ですよね。えー、例のカジノ。カジノの例のやつ。ね、月利で50%から100%本当に出るのかまだわかりません。でも私はそこに今回ね、1ヶ月目の余剰資金をぶち込みました。う まあ、ダメだったかどうだったか分かりません。うん。で、来月は来月でね、また新しいものに挑戦していって、1年で12トライをしていって、どれかが当たれば、また大富豪みたいなね、そんなコースを目指しております。プラス、毎日日々コツ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 と、自分の力をつけるために、学んで、発信してってことも繰り返していきます。それでは、いってらっしゃい。